それでは今回のラインナップです。区内の出来事をお送りする今週の話題は、下越有明高等学校の生徒区長を表敬訪問、お札がわかる夏休み江東区と国立印刷局、楽しく学ぶ SDGs ワークショップ、そして深川体験ワールドの4つです。最初の特集は、知る人ぞ知る深川に伝わる七不思議をご紹介します。伊藤久香のスマイル一等賞は、オリンピック・パラリンピックシーズン到来ということで、車椅子バスケットボールを体験してきました。2つ目の特集は、ワクワク食育。ひばり幼稚園と越中島小学校で行われている食育の取り組みをご紹介します。江東区の情報は江東ワイドスクエアでチェック。